どうもバタヤンチャンネルです。クワバタのバタ友になってください。今回も前回に引き続き千原誠二さんです。よろしくお願いします。前回ね、今までこう不登校とか、はい、人見知りのこととかっていうのをご相談させていただいたんですけど、はいはい、今回ね、結局悩みの9割って人間関係だと思うんですけど、うん、人間関係、例えばですけど友達関係、はいはい、あと何やろ、会社の上司、うんうんうん、あと親戚、嫌な、絶対みんなね、もうこんなんがあっても辞めたいけど辞められないとか、誠二さんってなんかそんな人間関係悩んだことあります？俺はね、ほんまにその嫌な人とは付き合わないって決めてんのよ。その嫌な人に、例えばやけど、嫌な人を理解しようって思う時間も無駄やし、はい、嫌な人に理解してもらおうと思ってわけのわからん努力するのも時間の無駄やし、人生、まあ、生きたって85歳としましょうか、はい、85年間にそんな無駄なことに時間を使いたくないのよ、うん、俺一回自分のやりたいことをある程度極めて知るってどれぐらいの時間かかるかなと思って計算したことがあって、うんうん、俺230歳まで生きなあかんのよね全く足りないの。だから絶対俺の死ぬ時にはあれやりたかったな、これやりたかったな、こんなん見たかったな、触れたかったな、感じたかったなと思って死ぬのはもう決定してるわけ、はい、だからそれを少しでも少なく、うん、まあでも結構スタンプいっぱい押したなぐらいで死んでいきたいから、うん、もうそういうね、こう無駄なことに時間を費やしたくないので、うん、あえてしない。前回もお話だったように相手しなくてもいい間柄やったらいいんですよ。例えばはいはい、わかります、おっしゃってましたね。じゃあもう例えば私、はい、このスタッフさんもじゃあお前嫌いからもうやめてくれ、うん、他の新しいと入れるっていう権限があるけど、はい、なんか例えば親戚とかで、うん、とかはもう親戚付き合いやめちゃうんですか、うん、親戚とかはこいつ俺より先死ぬなって思ってる、うん、ああそういう感じか、うん、あだから、うん、こいつ先死ぬし、こいつ死んでも葬式至らんとこう思って、うん、生きてたら、うん、全然何言われても、うん、こいつ必死になった葬式行ってもらわれへんのにとか、あこいつなんか急に親戚ずらして仲間やみたいなこと言うてんねんけど、お見舞い行かへんのにとかあそういう風に思ってたら、うん、そうじゃないと、うん、精神衛生上良くないやん。そうですよね、うん、それはもうそうやね。でもね、今ね、会社とか特にまあブラック企業も今若い子がもうどんどん辞めていくのもあるし、あれもなんかその会社の上司、うん、私がよく聞くのはね、変な人多かったりとかって、それ我慢する必要、やめていいですかね。やめていいよ、そんなもん、我慢する必要ないですよ。そうなんですよね、私もね、そこまでして働かなあかんのかなって思う。そうね、いつも思うね、俺その会社を辞めようかと思って、いや、辞めてええやん。いや、まだ言うてる途中やけど、辞めてええんだしかないの。あだからほら、芸人ってそうやん、うん、後輩から、兄さんちょっと辞めようかどうか迷ってるんですけどねっていう相談って俺受けたことない。受けたことない、ない、うん、だからま、番組でちょっと立ち位置がわからなくてとか、うんうん、そういう相談もあるし、芸人を辞めるときっていうのはもう辞めますって、今月いっぱいで辞めるんですっていう報告は受けるもんね、うん、はあ確かに、うん、だから、うん、サラリーマンのその辞めてどうとか、いや例えば、うん、むちゃくちゃ給料もうてて、うん、例えば、500万月もうてますと、うん、辞めようかなって悩んでるんです言うて、ほんでそれで辞めて給料が例えば今の平均のなんか年収が500万ぐらいになると、うんうん、今まで月500万持ってたのが年収が500万になるから迷ってんねんやったら分かるで、うん、500万が450万ぐらいになるんやったらもうやめたらええねん、うん、そうですよね。そう なんで悩んでんのか、いやだから上司がガンガン言うてくるってことは、うん、その会社に必要とされてない人間なんやから。誰が、こっちが、こっちがだって、だからできる社員やったら辞めてほしいないから優しくしてくれるやん。いや
今の世の中本当にわけのわからんのもいるんですから、うん、いやでも、うん、あのそう思った方がやめやすいやん。だからとりあえず自分の気持ちの生き方せえて無理すんのはもうよくない。もうやりたいこと見てみいな。俺なんかもう54年好きなことしかせず機嫌よ生きてきて、うん、やってんねん。いやほんまそうなんですよね。いやもうだからなんでみんなその嫌なことするのか意味が分からへんねん、うん、俺は。だからやめたらええやん。仕事も辞めたり、うん、もう人間関係もだからどんどんなんかもう私あなたと話せへんとかもうパンって言ってもっていいんですかね、うん、いつも嫌いな人と縁切るときどうしてるんですか。縁切るフィードアウト、フィードアウトが別に喋れん、あいつおるんやったらええわとか、例えばメンバー誰おるって言って、あもうあいつとあいつとしかええわって言うだけ。ほならそれを一人に言うたら、うん、あいつおるときには政治呼ばんとこうぜみたいになるやん。すみません、ちなみにその誠司さんが嫌いな人ってどんな、なんで嫌いになったんですか。ふんわりで言うと。あ、それはね、もうほんま、なんて言う、生理的に。でもね、生理的にってなんか分かる気もするな。もう大事なん、それ。で、一緒におる時間苦痛って、うん、楽しかったらいいけど、なんかその人のことなんかもういろいろもやもやされたら、時間もったいないんですよね。うん、で初めて会うてもこいつと会わんなって分かるやん。喋る前に分かる時あるやろ。ああ。でそういう時には言う。え、なんて言うんですか。ごめんなって、俺と会わんと思ってるやろ言って。あ、俺も思てんねん言って。これやっぱね、こっちが会わへんと思う時向こうも会わない。会わないと思う。やっぱよう言うけど、やっぱそうですよね。じゃあどうも、それは初対面でそう思った時は一応確認する。え、マジで俺そんなことないけどな言って、うん、向こう言うて、そっからまあ普通にこう、あ、かわいい、動かっていんねんけど、うん、やっぱ一緒に食事って大事やんか、うん、でも飯の食い方汚いやつがもうむっちゃ嫌やねん俺も。汚そうやのに全然むっちゃ綺麗な誠司さんのナイフとフォークみたいわ。どんな さっきもちゃんと飯食ってる時にこれがなんかいろいろついたらあかんと思ったから中入れて食ってたよ。ほんで、うん、あこう人に会うから出さなあかんって出してから入ってきて。もう飯食うとか言うてるけど食べ方は綺麗なんですよ。マナーはねー、マナーは素敵なんですね、うん、だから嘘みたいにすするやつとかおるやん、うん、なんかラーメンとか食いに行ってラーメン食いに行こうかんすみません連撃ですよとか言って男の子連撃こうやってやってのして、あなんかそんな綺麗に食うんやなこいつって、ここで嘘みたいな、いや、漫画やんそれ、嘘やろって、何のためのレンゲやねんお前っていうやつが、そういうの嫌やわ。そんなこと、うん、ちっちゃい男やな急に。いやいや、でもそういうの嫌。まあまあでもそういう子、例えば一緒に食事するんやったら、うん、食事してて楽しい人としたいやん。はい、そうです。会話も合うし、うんうん、食べ方も綺麗やし、うん、なんか何でもこうスマートな感じっていうのが、うんうんうん、ええやんか、うんうん、だから、なんか田舎の声でかいおっさんとか嫌や。いや自分の話ですよそれ。田舎の声でかい、いやそれ誠司さんやん、普通普段の誠司さんやん。席取っといたぞ。いやだから誠司さんやんそれ。うわっ、一人ついた、一人ついた、一人ついた、だから誠司さんやってみたいな、うん、やつは嫌や。いやだから誠司さんそのこと嫌いやったけどっていう人いっぱいおったんですね。じゃあいやでも、もうほんまにもっと、なんでみんなそんな無理したがるんやろと思って、うん、そこのゴールは何なの、ゴールを教えてほしいの。ゴールっていうか、なんか、うん、多分気弱いと思うんですよ私、その悩む人って逆に言うと、うん、なんか言われたら、あ、はいって言わなあかんみたいな空気感が流れてたり、うん、今までいろんな聞いてるとね、うんうん、相手をなんかキャンと言わす言葉があるんかもわからへんな。これを言ったらもう親戚のおっさんおばはん何にも言い返されへんわ。そんな言葉あります？なんかいや
それ俺はまだ人生において見つけてないからあれやけど別に見つける必要もないような気もしますけど、あ俺はな、うんうん、でも誰かこうやって悩む人のために見つけてあげたいのよね。そうそうそう。ただ挨拶は一つある。挨拶、親戚のおばはんとか義理の姑とかに、うんはいはいはい、あった時の挨拶とか、うんうん、例えばこれ見てはる人が、まあ、おばちゃんばっかりであれかもわからないけど、うん、若い子もし見てたら、うん、結婚の挨拶に行った時とかの、うんうん、これは最高の挨拶、女性みんなこれしたらええわって。え、教えてください。ある人と家が近所で、はい、まあええか別に言うても、うん、梅宮アナちゃん家近所で、はい、ほんでまあ、今はもう引っ越しはったんやけど、うんうん、ちょっと前まで家近所で、うんうん、お互い知ってたの、うん、近所やーっていうのは、うんうん、ほんでこれいつも駅使う時はスーパー抜けていくの、うん、エアコン効いてるから、うん、はいはいな、うん、ほんであんたちゃんも買い物してはったカート持ってね、うんはい、カート持ってわーっと押してはって、まあ、パッと目が覆って、うん、ほなお互いおほんまに近所やったんやなみたいなのがあって、ほなあんたちゃんカートをパッと離してパーッと俺のとこ来て、うん、お会いしたかったです。この挨拶すごない？あーだからおはようございますって言うたらちょっと距離あるし、なんかビジネス的な感じやろ、うん、こんにちはって言われてもなんか業界が長いから、うん、なんかちょっとこんにちはもちょっと冷たい感じするなっていう、うん、お会いしたかったですは、うん、抜群の挨拶や思わへん？いや私すごい、私いやそれさすがですね。さすがやな。さすが梅宮達夫の娘ですね。そうですそうです。はーと思って、だから若い子は、うん、お会いしたかったですっていう、例えば彼氏のお母さんに、うん、あお会いしたかったです、お話は聞いてたんですとか。それだけでなんかちょっと嬉しいですもんね。絶対会いてないやん。いやいやあかんでさ言わんといて、それ言わんといて。絶対会いてないやんか。うん、そう確かに。いやでもお会いしたかったです。いやそれちょっといろんなところ対応できそう。そうそうそう、だから女性このお会いしたかったですあんなスタイルでいけば、うんうん、いいと思うよ。いやお会いしたかったスタイルで、うん、一番だから初めが肝心やってことですね。そう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 、初め気に入られるとか。ああだからそれって公園で遊んでるママ友同士でもいけんじゃん。あ一度お会いしたかったんで、一度ゆっくりお話ししたかったんです言って、あちょっと、うん、ゆっくりお話ししたかったんで すぐらいつけときゃ応用聞かせてな、うん、あでもなんかそれこそだから自分が言われて嬉しい言葉をどんだけいっぱい見つけられるかってことですね。要はだから、うん、人のええとこ探す癖を身につけといたらええんちゃう？いや確かに、うん、ええとこ探しに日本人苦手やんか。うん、嫌なとこ探し得意やんか。そうですね、うん、だからええとこ探しを癖づければ最高やと思います、うんうんうん、ええこと言ったんじゃん。いやええこと言った、うん、すっごいいい着地したな、うん、いやだからね、いやだから私とか誠司さんね今回3週にわたっていろいろお話伺ったんですけど、うん、次回ねこんなん言うてるけどなんか悩んだことありませんか、それをちょっと聞いてみたいなって。あなるほど。絶対今まで一回も悩んだことないわけないと思うので、おう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 、ちょっとそれを次回お伺いしたいなと思います、はい、今回もありがとうございました。